ってことは砂漠だろこれ。砂漠だねこれ多分。いた！メイドさんいた！お休みの時は乙女ゲームをしています。やったね。楽しいですね。やった砂漠だ、いっぱいいる。流した。え、ちょっと周りをちょっと見ようかなっていう。すごいこんな感じでいるんだ。たくさんいるね。これってただのあれなんだろうか、井戸みたいな感じなんだろうか。ただの井戸なんだね。あ、この辺いいなぁ。なんか、よくねえなぁ。え？もう夜？楽しいですね。もう夜か。向こうから来たんだね。感動なのね。いつでも流して。埋まってる。埋まってないのか。今日は二人を攻略しようかな。そしてやめる。どの子を連れて行こうかな。お休みの時は乙女ゲームをする。暗いね。ちょっと待って、砂漠、どっから来たかわからんことになってきた。向こうかな。いや、向こうだったら。サボテンかわいい。向こうだったら。沼地の方から来たんだよね。これ沼地じゃないもんね。ここに本拠地構えてえな。じゃあこの子とこの子。飲み物取ってきてる間に死者も参加。そう、やっといましたよ。これね、ここのおでこのとこにあれがないでしょ、カチューシャみたいなのが。これを渡すとカチューシャがね、こういう風に。何かお手伝いしましょうか。で、ついてきてくれるわけですね。右京さんは私の嫁ですかな。こう首をかしげるのが可愛いですね。カチューシャ可愛い。よろしくお願いします。お休みの時は乙女ゲームをしています。どっちから来たっけ。楽しいですね。右京さんはバケツ青を持ってきた。今なんか博多の塩みたいな勢いで言っちゃったけど、今の時代はパンケーキ屋。これでクラフトボックスがあるので。右京さんは私の嫁です。お休みの時は乙女ゲームをしています。あと2人連れて行きましょう。何かお手伝いしましょうか。お休みの時は乙女ゲームをしています。こう言って。お休みの時は乙女ゲームをしています。パンケーキにアイスつけますね。
で、砂糖。げ、砂糖が作ってない。パンケーキにアイスいいですね。いらねえよ、ひまわりの種とか。ハム太郎じゃねえんだから。また取っちゃった。ね、で、これを2つ置いて、卵を2つ置いて、1、2、3、あ、2つで一気にできないんだ。そうだそうだ、牛乳が1個分しかまだ持ってないから。で、これでもう一回、あ、投げちゃった。あれ、牛乳が取れないので、よし、で帰りましょう。で、あそこのクラフトボックスで、で、砂糖を2つ、卵で、小麦で、牛乳と。ほっ、よし、これで、あ、だいぶ暗くなってきた。お手伝いしましょうか。乙女ゲームをしています。楽しいですね。この子たちにしようか。何かよろしくお願いします。よろしくお願いします。私の嫁です。でんでん。こう普段喋ってるのはね、オフにはできるんです。なんか喧嘩してるように見えますね、この二人。何かお手伝いしましょうか。さあ帰りたい。楽しいですね。何かお手伝いしましょうか。帰りたいよ。帰りたいぜ。さあ、将軍は何時に帰れるんでしょうか。テレゴングスタート。わかるかな、ちょっとこう髪型が変わってんの、わかる。髪型がお団子になってるの、わかりますか。ここほら、普通の子は髪がこう二つ、何、三つ編みみたいになってますけど、佇んでますね。お団子みたいになってる。ね、なるでしょ。髪型も変わるんですよね。これね、4人いますからね。消えてますけど。力来たんだ、私は。私は、完全に迷っております。この動画、恒例のですね、迷っております。お手伝いしてほしいんですが、とにかく迷っております。迷い将軍。戻りたい、戻れない。あ、バニラがある。このバニラもね、何に使うのかわかんないですよね。まあ、いっぺんに分かっちゃってもなっていうのもあるし、 YouTube の動画って結構親切に作ってる人が多いですけど、そうでしょうね。バニラはそのものに使うんでしょうね。料理の。これでも綺麗だよね、見た目。手に入らない。待って、この子にイカがたくさんいるな。なんだこれ。なんか嫌な予感するんだけど。なんとかブロックじゃない？またこれ違うの？
なんとかブロックだと思う人。トラサブさんがなんか言ってたんだよね。なんか丸石は怪しいっつってたような気が。違うのかな。こんなポカーンとさ。お休みの時は乙女ゲームをしています。丸石とコケースで囲まれてるよね。これ怪しいのかな、やっぱり。あ、メイドさんが一人落ちてる。ほら、なんか緑のやつあるもん。ほら、ビンゴでしたね。こう置いていけば出てこないんじゃない。で、どっかにチェストがあるはずだね。チェストあんのか、これ。あった。音楽ディスカ、あー、小麦。待って、この子に何か適当に持っとってもらおう。小麦あと1個足らないね。びっくりした、敵かと思った。もうないかな。なさそうですね、もうね。あとあるとしたらこの角ぐらいしかないけど。ないね。ないね。これぐらいか。こんな簡単に見つかるんですね。さあ帰りますよ、皆さん。小麦があと1個足らないもんね。あと1個あれば作ってって思うけど。あ、沼地。こっちか。ここしかないだろうって感じはするけど。どうなんですか、奥さん。そっちかな。ドキドキ。こっちかな。で、あのなんかでっかいあれがあったんだよね。でかーいさ、なんか穴があったでしょ。声しないなって振り返ったら。
ね、でっかい穴あったよね、さっき。ここ入れってみんなが手挙げたとこ。なんだあれ。え？あれはなんだ。家？あそこはいらなきゃ。ここじゃねえんじゃねえ。なんか家があるよ。家？お、家だ。なんだこれ。魔女の家か。ウィッチの小屋。ウィッチ？ウィッチがいるのここ。入ったらダメなのかな。そう。誰かの家？誰もいない。あ、大釜がある。これもらっていこう。勝手に。右京さん、私の嫁です。何かお手伝いしましょう。